ズームイン、ジョブ。今日のゲストは、村上博光さんと白井圭樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、お二人はどのような仕事をされているんですか？はい、アニメーションのディレクターをしています。例えば、映画館で流れる映像ですとか、テレビで流れる映像とか、あとはインターネットで見られる映像っていうのを作ってます。一枚一枚絵を描いたり、身の回りにあるもの、例えば砂とかを一枚一枚写真で撮って、それをつなげてアニメーションを作ってます。アニメーションっていうと、その絵が動くっていうイメージがあると思うんですけども、絵だけじゃなくて、そのいろいろ絵と砂であったりとか、立体だったりとか、いろんな技法を使ったものを全部でアニメーションと呼んでいます。では、次に、お二人 の, あの今後 の, あのアニメーターとしての今後どういった活動をし て, いるしていきたいか教えてもらいたいです。はい、アニメーションは頭の中で想像していることを映像にできるので、これからも作り続けていきたいです。それで絵を動かしたりとか、お話を動かしたりして、その結果、見てくださる人たちの心も動かせたらいいなと思ってます。はい、アニメーションはその国を越えていろんな人たちを楽しませることができるメディアだと思うので、いろいろな作品を作っていろいろな人たちを楽しませることができればいいと思っています。では最後に子どもたちに一言お願いします。絵を描くことが好きな人とか、お話を考えるのが好きな人とか、音楽に興味がある人とか、映像にはいろいろな要素があるので、そういうことを活かせると思っています。ぜひお家の中で、アニメーションを作ってみてほしいなと思います。好きなことを、続けていけば、それが、自分のやりたいこととして仕事につながることもあると思うので、継続して続けることが重要だと思います。頑張ってください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。